出撃しないわけ？あ、シーリーを連れてお出かけするの。美しい世界を守るために戦うよ。見せてあげる。暖かい。
行動を開始しよう。世界を守るために戦うよ。いや、私の番。ランクはなく、審判の時は来た。ふっ、やっ、喧嘩準備。はっ、全身全霊。ふっ、はじめまして後継者、ワーと申します。不詳の刻印、慣れるように私も手伝います。委員長。はい。いえ、何でもありません。分かってる。お手伝いありがとうございます。その、また会えますよね。ええ、あなたがその時まで頑張り抜くことができたなら。ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。油断はしないでください。試練へようこそ、後継者。わらわの名はサクラ。刹那の技術を後世に伝授するためここにおる。はじめまして、ライデン・メイよ。自己紹介は不要じゃ。リツ社が古の楽園に入った。これは英傑全員にすぐさま知れ渡ったことじゃ。そんなにビクビクする必要はないと思うけど。わらわたちにとってはそうじゃが。まあよい。初対面の来訪者に対し、わらわの言葉は多すぎたやもしれん。この刻印を受け取るがよい。何時には順を追って説明するつもりはない。律者の反射神経を持つ者なら、普通の人間のようにこの贈り物を受け取ったせいでうろたえることはないじゃろう。ありがとう。けどそう言われたらかえって受け取りづらいけど。それがわらわの教えたい一つ目のことじゃ。この古の楽園にいる限り、一刻も警戒心を緩めぬ方がよい。どうして？
どうしてあなたもここにいるの？君をここに来させたのは僕だということは知っている。だが何度も説明するつもりはない。僕はケビン、救世の命を持つ戦士だ。ここで君の求めるものを探すといい。その代価を君ならもう背負えるはずだ。逆境を打ち破る技を見せるが、本物の刃は汝の心の中にだけ存在する。刹那の命にはわらわが戦場で磨いた技術と看護が凝集しておる。この記憶が汝の役に立つことを願っておる。シーリーの凄さを見せてあげる。攻撃されたら痛いよね。
てるよね。
を見せてあげる。審判の時は来た。やっ、全身全然このレッグ全てを断ち切る。あなたのスタートは私よりもずっと優れていました。あなたならきっとできます。神から力を奪ったのは神を引きずり下ろすためだ。そして神の使者である君なら手をより高い場所に伸ばすことができるのだろうか。
審判の時は来た。罰剣と戦う中で僕たちは勝利以外他の選択肢がないんだ。君の力はまだ完全に覚醒していない。雷の律者、かつての第三律者ができたことを君もできると僕は信じている。艦長、艦長、さっ
シール見た？見てないの？
戦の時は来た。刹那の教会に至っても心の迷いを断ち切ることは難儀じゃ。その点において汝はわらわよりずっと上手にできておる。へえ、律者だと。はじめまして、ライデン・メイよ。お前の名前は重要じゃない、律者。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。続けろ、リッチャー。彼は一体何者なの？まだだ、まだまだ足りない。お前に息がある限りこの戦いは終わらない。リッチャー、お前の実力はこの程度か？本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだ、リッチャー、お前が他の場所でしたことのように、この紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと。相手は強い。熱炎粉塵。何を迷ってる、リッチャー。審判の時は来た。お前の本当の狂気を解き放て。その力でこの戦場を征服しろ。崩壊獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだ、リッチャー。これは無人の戦場、黄滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ。全てを燃やせばいいんだ。遊びは終わりよ。戦う気ならかかってきなさい。戦う？俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、黄滅の銘を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者、ライデン・メイよ。律者、崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ？私はあなたの知ってる律者とは違う。だがお前は律者だ。律者が人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろ。お前が俺の試練をクリアしたら、俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、律者。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで、勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ、律者。ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってるわ。
なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、律者。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。生死存滅、黄滅だけが永遠に燃え続ける。雑念を捨て、心と刃を一体にするのじゃ。敵の隙を見極め、わずかな怠慢も。シーリーの凄さを見せてあげる。
凄さを見せ、今のを知って審判の時が来た。火炎罰剣敵に情けをかけるな。それは己にとって酷なことに。シーリーの凄さを見せてあげる。たちの使う武器は非常によく似ておる。シーリーの凄さを見せてあげる。シーリーの凄さを見せてあげる。楽園での旅の最後を迎えても何も得られない可能性がある。しかし
さを見せてあげる。審判の時は来た。このレッスン全てを断ち切る。審判の時は来た。全身全霊、このレッスン全てを断ち切る。審判の時は来た。天下準備。影の中に身を置くことになっても影に隠れる悪意。なるべく君を見るようにする、リツシャ。君がそれだけではないことを願う。
律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが、それを目標とした後継者はみんな失敗した。Yes!
切る。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。見せてあげる。
お前の力を解放するんだ。この傲慢な世界。星空の色は汗、杯も乾いた。王よ、なぜこの荒れ果てた国に残るのです？あの外貨を奏でるため、あの真理を手にするためさ。あら、ごきげんよう、来訪者。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてたわ。いいえ、邪魔してなければいいんだけど。私はライデン・メイ。はじめまして、メイさん。火を追う英傑第4位、黄金の銘を持つエデンよ。黄金？そう、エリシアがつけてくれたの。多分私の持ってる富のことを指してるんだと思うけど。確かに私は王宮のような場所に住んでたし、唯一無二の美酒や美食も口にしてきたけど、そんな風に自分を評価したことないわ。私はただステージに立つ歌い手、観客たちのために輝く光に過ぎない。あの無限の富も、この黄金の銘も、他人が好意で私に送ったものに過ぎないわ。今のって。落日後の王国、その最終幕。私たちの時代のオペラよ。あなたが出演していた曲なの？そうね。あの時の舞台は輝いてたし、観客たちの歓声も熱を帯びてたわ。懐かしい時代ね。でも、崩壊が発生して、あの時代は死んでしまった。セリフと同じね。星空が暗くなり、杯が乾いていく。ごめんなさい。亡くなった時代に謝る必要はないわ、メイさん。あなたはあなたの望む答えを求めなさい。ここのすべては過去のものだから。でも、機会があったら
その時代の曲も聴いてみたいわ。そう言ってくれてありがとう。機会があればいつかきっと聴けるわ。でも今は旅を続けましょう。あなたの奏でる旋律がこの美酒のように奥深いものになることを願ってるわ。あなたの照らすものを照らし、あなたの手にするものを手にしましょう。世間の求める富と輝きがその身に集う。これが黄金の銘。約束を果たしてもらう時が来た。奴らを俺の元に。俺が全部悲鳴に変えてやる。シーリーの凄さを見せてあげる。艦長、艦長、さっきのシーリー見た？え？シーリーの凄さを見せてあげる。なというのは生死の瞬間にだけ。まずい。
デスエンド粉塵。審判の時は来た。はっ、喧嘩準備。俺にも日がある。今日は新しい名分を増やそうぜ。敵により深い恐怖を味わわせるんだ。選ぶ、そして前に進め。振り返るな。一瞬の迷いでも全ての努力が泡になるぞ。シーリーの凄さを見せてあげる。艦長、艦長、さっきのシーリー見た？審
絶縁粉塵選ぶ、そして前に進め。振り返るな。一瞬の迷いでも。刀を握りしめ怒りを感じろ。それで全てを殺し尽くすんだ。シーリーの凄さを見せてあげる。なんて必要ない。俺に必要なのは敵だけだ。敵よ、波のように俺の視界を埋め尽くす。
凄さを見せてあげる。今のは審判の時を見た。でも下がったら八つ裂きにして構わない。そう俺に言うんだ。今すぐ。し、こっちこっち。え？エデンは今酔っ払ってるからすごく可愛くなるわよ。見てて、エデン。あら、エリー。ねえ、エデン、フェリスから聞いたけど、また彼女に綺麗な宝石を送ったんでしょ？ええ。ターコルの民族劇場で議員たちのために出演したとき、議長がくれたものよね。覚えてるわ。あのルビーは不純物が少なく、あの地域でしか手に入らないものよ。フェリスが気に入ったみたいだからプレゼントしたわ。まあ、きっと綺麗な宝石だったのよ。
よね。見てみたかったわ。エリー、フェリスのところに行けば見られるわ。それより、今はこれを見て。このアクアマリンは不純物が多いけど、制作者は大自然と張り合うかのように、宝石をより輝かせようと、こういうローズカットを発明したの。これは世界で初めてローズカットされた宝石よ。本当に？ありがとう、エデン。大好きよ。いいのよ、エリー。そういうのは私にとって、ただのものに過ぎないから。ねえ、かわいいでしょ？エデンが酔っ払うといつもこういった話をしてプレゼントしてくれるの。そんな風に見ないで、後でちゃんと返すから。まあ、だいたい受け取ってくれないけどね。シーリーの凄さを見せたの。このレッスン、全てを断ち切る。さくら、エデンの歌を聞いたことは？ああ、昔エリシアからエデンのレコードをもらっての、その曲を聴かせてもらったぞ。わらわの故郷の音楽とは違うが、その曲にある独特な美しさを感じ取ることができた。エデンはもう歌わなくなったって他の人から聞いたけど。ああ、理解はできるやもしれぬ。わらわも故郷を離れた後、桜酒をめったに作らなくなった。どう作っても、桜の花と酒は、もうあの時の味にならぬのじゃ。そう言われて、なんとなく理解ができたわ。